人間関係の問題よく出てきますけれども、それをコーチングで扱う場合と、それから、ファシリテーションとかグループコーチングとか言われるというもので扱う場合と何がどう違うのか簡単にご説明したいと思います。まあクライアントさんとその何か相手が揉めてるとしましょう。奥さんと旦那さんでもいいですよ。で、なんかね、こう結構言い争いになったりするんですけど、お互い気に食わないところっていうのを何でもかんでも言うとぐちゃぐちゃになることも分かってますから、大体人間ってこうなりがちなんです。モヤモヤしてる部分にこう蓋をします。でまあしょうがないと思って言わないようにもしてるんだけども、でも何かあるとちょっとこの蓋の隙間から出てきて思わず攻撃しちゃうと相手からも攻撃が返ってくると。でもそれがしんどいから、無視したりとかですね、なんか、しばらく放っとく、でも嫌だからなんかそのままだとしんどいから嫌味を言ってしまったりとか、時には攻撃してしまったり、こういうことが起きるわけです。でなかなか本音のところで建設的な話ができない。で我々のところに相談来るわけです。で我々何をやるか、まずはコーチとしてだったらね、クライアントさん一人に来てもらって、で、相手方はいない状態で。で、まあ、例えば椅子なんかを使うとね、椅子を目の前に置いて、そこに相手が座っているような、そんな気持ちになってもらいながら、まずは普段言わないモヤモヤ全部出して、感情的にもスッキリしてもらう。で、コーチはそれを応援する。そして、その奥にある本当の思い、本当は私はこう行きたいんだとか、これを大切にしたいんだって、何か文句が言いたい、攻撃したいわけじゃなくて、自分がこう行きたい、で、一緒にこうしたいってあるわけです。で、それに気がついてもらって、そうか、私はこれが嫌だったんだ、これを大切にしたかったんだということに、まず気がついてもらうということね。要は、蓋を外して、モヤモヤ出して、その奥にある思いにちゃんと気がついてもらう。そして、ポジションチェンジ、相手のポジションになってみて、相手はそうか、これが嫌だったんだ、本当はこうしたかったんだって、共有ゾーンを探していく。まあ、こういうことをコーチとしてやるわけです。で、これの良さは何かって言ったら、相手がいないので、好き勝手言ったりとかですね、で、いろんなことを試しながら、そうか、これが本当の思いだったんだに気がつけるっていうことなんです。ところが、まあデメリットとまでは言いませんけれども、ここからね、やっぱりクライアントが努力が必要だって、どういうことかっていうと、自分の思いに気がついただけではよく関係になりませんから、相手の話を聞いて、相手のモヤモヤを聞いて、で、それに対して別に感情的に反応したり喧嘩したりしないように、うまくコミュニケーションをコントロールしながら、話聞きながら、実はこんな風に思ってるんじゃないのとか、私はこうしたいんだっていう、うまいコミュニケーションを取っていく。要は相手に伝わる言い方でうまく自分の思い共有ゾーンを話しながら、相手の話も聞きながら、仮に相手が感情的になったりしても、それはクリアリングのプロセスだと思って聞きながらね、で、うまく関係変えていくっていう、コミュニケーション技術がクライアントさんに必要になるわけです。で、やっぱりクライアントさんのコミュニケーション技術が、ちょっと不足していたりとか、それから、やっぱり感情的になってしまったり、こういうことが起こると、せっかくね、クリアリングして、思いに気がついてたりしても、ここの関係はなかなかうまくいかないということが現場では起こっちゃう可能性があります。で、そこでうまくいかないっていう時に、コーチが、もうじゃあ二人とも相手にしましょうというのが、ファシリテーションとかグループコーチングって言われるものの、まあ、強みというか、役割なわけなんです。で、コーチが両方関わりますから、しっかりと、このね、蓋を外してモヤモヤ出してもらって、で、思いにそれぞれ気がついて、共有ゾーン気がついて、じゃあどういう方向に向かって協力してあげようかまで話を進めていくことはできるんですけれども、問題は何かって言ったら、このモヤモヤの処理っていうのを、お互いがいるところで、すると。いうことが起こると、なんかね、このいろいろなちょっと意見丸口みたいなものをお互いが聞いてしまうということが起こっちゃう可能性があるんだっていうことです。で、そこをどうやってうまく処理していくかというところがファシリテーションの技術で、で、それは、専門的なトレーニングを受けて学んでほしいんですけれども、そういう違いがあるということは知っといていただきたいなと、こういうことなんです。で、ファシリテーションの、チームフローのトレーニングの中ではそういうことを教えたりとか一緒に練習したりしていくわけです。はい。で、そこはうまくできないけどっていう人は、やっぱり両方と分割してこう面談をしていくということをまずしたらどうかなと思うんですね。こっち側の人もモヤモヤの処理をして思いをしっかり聞く。で、こっち側の人もモヤモヤの処理をして思いを聞くを別々のセッションでやって、モヤモヤの処理が終わって、思いの状態、思いがそれぞれ明確になっている状態で来てもらって、そして一緒に話をしながらどうやったら協力できるのかとか、何か懸念事項について話をしながら、うまく乗り越えていくということをやると、最初のうちはうまくいくんじゃないかなとも思います。ぜひ参考までにどうぞ。